稲部町の東光寺で内陣と呼ばれ、仏像を納める本堂の中心部にある白壁に天女図が奉納されました。これは稲部町在住の和波隆さんが絹素材の絹本に岩絵の具を使い半年間かけて描いたものです。現在77歳、騎手の和波さんは水墨画を楽しんでいる奥様の影響を受けて45歳から趣味として日本画を描き始め、定期的に個展やグループ展を開いています。そんな和波さんに天女図の奉納に至った経緯をお伺いしました。昨年の11月本光さんという催しがありまして、その時にお参りさせてもらった。その時にこの後ろに壁が白かった、ちょっと寂しいなというのを僕はそれを受けたんで、それでご住職にその話をしました。下絵を見せると住職から描いてくださいと言われました。これはね、内陣ですから、ここに合う仏様の方へ全部絵が向くような、お参りする人たちの心が安らぐ天女を描いて、鶴が群れになって阿弥陀さんの方へ行くという構図になってます。心を込めて描きました。この天女図の奉納を自らの集大成と語る和波さん。東光寺のご住職は、毎朝お仏壇をあげさせていただき、お勤めさせていただく中で、やはりこう今までは真っ白だったのが、こう天女が舞う、そういう華やかなところでさせていただくということは、本当嬉しい気持ちでございます。多くの人がこの天女図に癒されるといいですね。